ノバとバラクーダのオイル交換を行います。まずはノバのオイルとフィルターを交換します。使用する工具はオイルフィルターレンチ16分の9インチソケット、10ミリソケット、エクステンションバー、スピンナーハンドル、トルクレンチです。オイルを抜きます。350エンジンは左側にドレンボルトがあります。オイル抜けを待つ間にフィルター交換をします。フィルターレンチが狭いのでフライホイールカバーを外します。フィルターを外します。フィルターは AC デルコの PF454 です。古いフィルターはレンチで潰れました。パッキンにオイルを塗ります。フィルターを取り付けます。回転が重くなってから1回転締め付けます。ドレンボルトを取り付けます。締め付けトルクは27ニュートンメートルです。オイルはガルフの 15W50 を入れます。オイルを入れます。オイルは約5リットルです。オイルゲージでオイル量を確認します。エンジンをかけます。数分間エンジンを回します。最後にドレンボルトとフィルターからオイル漏れがないかを確認します。続いてバラクーダのオイル交換を行います。使う工具は8分の7インチソケット、エクステンションバー、スピンナーハンドル、トルクレンチです。オイルを抜きます。340エンジンは後方にドレンボルトがあります。オイルが抜けたらドレンボルトを取り付けます。締め付けトルクは27ニュートンメートルです。オイルを入れます。バラクーダにはカストロールの 5W40 オイルを入れます。オイルは約4リットルです。オイルゲージでオイル量を確認します。オイルを入れたらエンジンをかけます。数分間エンジンを回します。ドレンボルトからオイル漏れがないか確認します。これでオイル交換を終了します。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。概要欄にブログのリンクも貼ってます。